ってたもんね。でも確かにこのちょうどそのなんですか、その最初に1位にね総選挙になった時に、はいはい、その一緒に番組やらせてもらってて、なんか俺単純にちょっと嬉しかったんですよね。なんかこうなんでそのあんなやつでもいろんなことを言われながらも、そして島流しになって、うん、そして九州で民を束ねて、そうですね、革命を起こして、ね、いや嬉しい、そういうふうに言ってくれると嬉しいです。痛快な感じがあったじゃない。なんか平凡な人生なんですけど波乱万丈なんですよね。自分的にはすごい平凡なつもりなんですけど、21でこの経験いろんなことしてるっていうのは波乱万丈だなって自分でも話インタビューしてて思いました。あのさ、指原はゲロブスなのがゲラじゃなくて、こう首やった時にドヤっていう風になっちゃうんだよな。それじゃない問題は。この顔ですか。今だって説明していいこと、ああなるほどな、そうだなと思いながらも顔見るとムカついたもん今。ひどくないですか。そうじゃない。やっぱりそこを瞬時にやっぱ変えれるんですよねきっとね。その、うん、だって HKT に行けって突然言われたわけでしょ。はい、それでそれをものすごいもう何日後かにはかなりいいネタにしてる。ここじゃないの。ここだよね、うん、この部屋でしたね。この部屋で俺がここにいたんだよ。そうです。あ、それここで言われたんだ。みーちゃんがいなかったのその時、うん、あ、そう、その時席外してて、その時帰ってきてこっちに入ってきたですよ。でここでボロボロ泣いて、泣きながら、あ、泣いたっての指原が自分でしでかしたことだよね。そうです。だから泣いてたのもしょうがないけど、もう泣くしかないから涙が止まらなかった。もう泣くしかなくないですか。こんな状況になったらもう涙が流すしかできないから。そうか、はい、それが先生のおっしゃるところの逆転力ですね。そこからどうなった、ピンチを待てってやつですね。それが逆転力、ね、HKT 行ってからネタいっぱい増えたもんな。そうですね。ね、でもそれがまあいいことなのか悪いことなのか分かんないですけど、でもそれをそこで弱気になったら結局それで終わりなわけじゃないですか。だいぶ必殺のネタ増えてたもんね、あの頃ね。まあでもそうするしかなかった。